ではご説明させていただきますすインコラボレート研究所の餅月と申しますまず私の方のタイトルでございますが学校施設の適正規模適正配置及びより良い環境教育環境の実現に向けた部局横断的な検討体制による学校施設に関わる計画策定事例とありますが、まあ、簡単に言ってしまいますと適正規模適正配置及び より良い教育環境の実現をするためには、部局横断的な検討体制の構築が必要だということになります。では、目次にいかせていただきます。目次ですが、今回の報告書は4つの構成になっています。1、適正規模適正配置方針。各自治体において適正規模適正配置の方針をた立ち 立てるところが増えています前の適正規模適正配置を見直すところ全く新たに方針を立てるところいずれも出てきています児童生徒数等の変化が激しい中で具体的な見直し計画を立てていく際の体制及び進め方を説明しています 2. 適正規模適正配置に関わる基本計画 方針を立て基本的な見直し計画を立てていく際の体制及び進め方を説明しています。また合意形成、住民説明の在り方もお示ししています。3、学校個別施設計画の見直し。学校個別施設計画、各個長寿命化計画を各自治体が作成して5年から10年経過しています。その間の間課題を明らら、かにしながら 学校個別施設計画の見直しの視点及び進め方を説明しています。4、公共施設等総合管理計画の見直し、各個複合化、共用化、管理運営の見直し総合管理計画の見直しが総務省から求められており、組長部局が行っています。前の総合管理計画から約10年経過し、 達成状況、効果が求められていますそのためには、学校施設と公共施設との連携が不可欠となります学校施設と他の公共施設との複合化、教養化等の進め方を先行事例より説明していますこれら4つの計画を策定し、実行するためには教育委員会内の各組織の連携は言うまでもなく組長部局との連携が重要となります さらに都道府県との連携、例えば県の教育委員会と市区町村の教育委員会の連携も重要となります。では具体的なご説明として、1番、適正規模適正配置方針、報告書の8ページ、9ページです。適正規模適正配置方針の業務の流れです。まず1 将来推計と多面的な実態把握より改善の方向性を検討します。将来推計は市町村全体、地域別、中学校区別、各学校別の観点で整理し、実態課題を把握します。表と GIS を用いて、地図データに情報を重ね、いつ、どこで、どのような課題が生じるかを明らかにします。多面的な実態把握としては、 通学区域状況、地域状況、施設状況、学校を取り巻く現状などさまざまな観点から整理して実態を把握します。詳細な将来推計では優先すべき学区や学校が見えてきますので、それに多面的に把握した実態課題を重ね合わすことで各学校区ごとの改善の方向性を導き出します。次に2 学校施設運営面での教育課題である特別支援教育や不登校児童生徒数への対応 ICT 化などの状況も明らかにします現在教育の現場では支援を要する児童生徒数の増加や教職員の多忙化などが課題となっておりより良い教育環境を実現するためには 学校施設だけでなく日々の運営から見られる課題の解決も併せて対応することが必要対応する必要があります。これからの課題の多くは個々の学校では解決できるものではなく自治体全体で方向性を考える必要があ,りあるもので場合によっては近隣の団体や都道府県との連携なども 対応策として考える必要があります次26 27、ページをご覧くださいこのようにして詳細な将来推計と学校施設運営面での教育課題から現在既に直面している課題や10年20年後の変化課題を明確化しますこれに自治体で定められている教育ビジョン 学校教育方針を踏まえて各自治体の特色に応じた論点を設定しこれからの学校像について教育委員会などで議論します検討委員会では有識者や学校長保護者代表地域代表などがメンバーとして考えられます検討委員会の議論で最も大切なことは自治体としてこれからどのような教育を目指すのかと。 いった教育ビジョンを念頭に置いた検討をすることです。どのような子どもを育てたいか、各自治体の特性を生かしたこれからの教育の在り方、学校像について根拠データに基づきながら具体的な議論をすることが重要です。このようにして議論した内容をもとに適正規模適正配置の基本方針をまとめます。基本方針は ただ単に文章としてまとめるだけでなくイラストなどを用いて分かりやすく見える化することも大切です33ページ以降からご覧ください報告書には神奈川県小田原市と座間市の例を入れていますいろいろな自治体で適正規模適正配置の取り組みによりこれからの学校がどのように変わるのか学習環境がどう良くなるのか を見える化して、関係者と共有し、共有を図りながら進めています。2番、適正規模適正配置に関わる基本方針に関しては、時間の都合で省略させていただきます。次、3番、学校個別施設計画の見直しです。58、59の 学校個別施設計画の見直し業務の流れ図を使ってご説明いたします。左上の現行の個別施設計画、各個長寿命化計画策定から5年から10年経過しております。個別施設計画の見直しの視点1は、個別施設計画策定後の課題の明確化です。課題として挙げられる主な項目は1、事業費の上昇。 インフレによる工事費の上昇、光熱費の上昇が挙げられます。実施した事業のコスト分析から約1.5倍程度上昇していることが把握できています。2番、長寿命化方針以降の新たな施策への対応。カーボンニュートラル、ゼブ化、公共施設の原則木造化・木質化等、建物の建て替え・改修と連動して対応し、 効果の明確化が求められます3、将来推計及び適正規模適正配置の方針と,との連携により将来変化への施設の柔軟な対応が求められます。4、継続的なデータ更新の実施も課題に上がっています。すでに5年から10年、個別施設計画が実施されていますが、 毎年きっちりデータを更新を行い次年度の予算計画の見直しを行っているところとの差は明らかです個別施設計画見直しの視点には継続的なデータ更新の実施です文科省よりエクセルソフトの最新版が配布されていますが毎年定期的にデータを更新することでそれぞれの施設、旨ごとの 修繕・回収内容・サイクル・コストが更新できます見直しの視点3は詳細な予算計画の策定です課題として上がっている事業費の上昇等より着実に実行につなげる計画を立てることが求められ詳細な予算計画を策定する自治体が増えています予算計画の図にあるように 実施した工事のコスト分析よりコスト削減策の検討コストシミュレーションによる整備水準優先順位の見直し等により今後10年間の予算計画を立て財源打ち分けにつなげていきます見直しの視点の5は将来推計または適正規模適正配置方針のとの連携です 将来推計及び地域特性より今後の施設面で対応すべき内容を明らかにし基本更新への反映及び集約化複合化再編等につなげる必要があります6は施設情報の一元化です学校施設の情報の一元化は文科省の Excel ソフトで行われていますが公共施設の情報も含て 一元化が進み始めている状況ですここまで個別施設計画の見直しの検討項目をご説明しましたが学校施設公共施設の事業の事業費の上昇厳しい財政状況等で事業が予定通り進まない結果積み残しが増え老朽化が進む等の負のスパイラルに入りつつあるところ このままの状況では、今の保有量の、保有量を維持できないところが多くなってきています。今回の個別施設計画の見直しの視点をもとに、施設の在り方を幅広に検討し、全庁的に協議していくことが必要と思われます。次、4番、総合管理計画の見直しです。 解説書82ページ83ペペーージジです公共施設総合管理計画の見直しについてです。総合管理計画は公共施設の整備の基本的な方針を定めたもので、すべての地方自治体で平成28年度までに策定が完了しています。現在、総務省から総合管理計画の見直しについての通知が発出されてことを受け、 令和5年度中に見直しを完了することとされています総合管理計画の見直しにあたっての指針では個別施設計画との整合性を図ることや対策の効果を見込むなどのことが求められておりより効果が問われています今回の報告書ではいくつかの見直し事例を紹介しておりますが本日は一つだけご紹介いたします 90ページ、91ページです。大都市圏近郊都市である神奈川県海老名市の例です。後ほど詳細なご発表があると思います。海老名市では前回計画策定以降、人口増加が継続していることもあり、延べ床面積も約1.4万,万平米増加しています。人口は当面10年程度は増加予測ですが、 地域別には海老名市、海老名駅周辺では急増、市の南部,南部では人口減少と高齢化が進むなど、市内の状況は大きく異なっています。市では、前回計画策定以降、個別施設計画を23分類ごとに作成しましたが、これらの将来更新費用を積み上げますと、 前回の計画では財政ラインの2倍であったものが4倍まで乖離幅が広がった、広がっています。そのため、計画の改定においてハード面の改善を行うだけ,だけでなく、学校とコミュニティ施設の複合化や、コミュニティ施設の再編、他施設への機能移転、民間活用による子育てサービスの確保など、 用途横断的にさらなる改善を合わせて行うことで、財政制約ラインとの不足解消の方向性を打ち出しています。報告書の94ページをご覧ください。総合管理計画見直しの事例を整理しますと、見直しポイントが見えてきます。一つは、部局を超えた検討が必要ということです。より厳しい財政状況に対応するために、 教育委員会と組長部局が一体となって検討して、重複する予算を削減する必要があります。2つ目は方針の見直し具体化です。同じ自治体での自治体内でも地域の状況が大きく、異なるなどの状況を踏まえ、人口変化や地域の実情に応じた方針の具体化が必要です。 3つ目は維持管理運営面の見直しです。施設の維持管理だけでなく DX 化もうまく活用して管理運営面を含めた外部委託等検討をする必要があります。4つ目は情報の一元化です。学校だけでなく公共施設も含めたすべての施設に関する情報を一元化し、 をを超えた全体での分析評価すすることが求められています95ページにあるように、学校と他の公共施設を一体で検討し、再編の考え方や再編計画、さらには予算計画まで含めて、一体的な検討と計画として策定しようとする取り組みも始まっています。報告書の96ページをご覧ください。 総合管理計画を着実に推進し効果を出すためには学校と他の公共施設との複合化が不可欠です。しかし、その連携を教育委員会が主導できない自治体も多いと思われます。学校と他の公共施設との連携は組,組長部局が先導して実行することが重要と考えます。 97ページです。学校を授業時間外でも有効活用して、地域の拠点化を進める取り組み事例です。学校施設を時間帯に応じて機能転換し、昼間は学校教育の場、放課後は多様で豊かな体験ができる場、夜間は障害学習、地域活動など、 本人を、大人を主体とした活動の場として活用する学校三部制の実現に向けての取り組みも進んでいます。98ページ、99ページでは、学校施設の維持管理業務を民間に一括委託している東京都千代田区の例です。千代田区では、教育委員会の、教育委員会所管の幼稚園、保育園、児童館の子ども関連施設、 区長部局の施設としての出張所、区民館、図書館を小学校に集約化しています。また、学校施設の維持管理の一部を総合ビルメンテナンス業者に委託しています。事業者は学校に常駐しており、鍵の管理、警備、日常的な施設の維持管理、プールの水質管理、複合化した施設を含めて一体的に維持管理しています。 それにより、教職員が学校で日々行っている校内の見回り等の業務負担が軽減され、教職員が本来業務に集中しやすくなったといったメリットが出ています。現在、学校が抱えている課題が複雑か困難化する中、教育の教員の長時間労働が課題となっています。学校や教員の業務の見直しを推進し、 教員が担うべき業務に専念できる環境を整備する一つの項目として、施設の維持管理業務の外部委託は有効な手段と考えられます。最後に105ページです。各自治体においては、総合管理計画に基づき具体的な事業につなげていると思われます。総合管理計画を所管するマネジメント部署が 施設全体の、施設再編の全体像を捉え、個別部プロジェクトでは、所管課だけではなく、教育委員会、企画財政部門などが、部門横断的なプロジェクトチームを作って、組長部局がリーダーシップを取りながら進めていくような体制が今後必要になると考えられます。今回、報告書の一部を えとご説明させていただきましたが、一度ぜひ、えー、とご一読いただければと思っています。以上です。